ゴイソブ。はい、皆さんこんにちは、ゴイソブのマサです。久しぶりです。先日ですね、 YouTube の方でこのチャンネルを通してどんな動画が見たいですかっていうことをご質問させていただきました。で、そのコメントの中でですね、まあ、たくさんのフィードバックコメントをいただいたんですが、まあ、その中で一つ、自分が使っているロックショアのタックルだったりとか、小物類、アイテム類ですね、それとあと、まあ、どんなウェアを履いているのか着ているのかっていうことを質問いただいたので、今回はですね、それについて動画にしたいと思います。はい、それでですね、今回動画の内容としては、3つに分けてみました。はい、ロット編ではですね、自分が使ってるメインのロット、サブのロットだったりとか、あとリールですね、それとメイン PE とショックリーダーについて紹介していきたいと思います。で、仕様は稀なんですけど、自分が使ってるギャフとランディングシャフトについてもご紹介したいと思います。と、小物編ではですね、自分が使ってるライフジャケット、釣り場に持って行ってバックパック、プライヤーだったとかですね、あとフィッシュグリップとかも紹介したいと思います。で、ウェア編ではですね、自分が履いてるウェディングシューズ、防水靴下、それとパンツを紹介したいと思います。と、今回紹介するアイテムについてはですね、下の概要欄の方に紹介リンク等を、貼っておきますので、そちらの方をご参照ください。はい、それでは動画の方をご覧ください。どうぞ。ではタックル編ということで、まずロットを紹介していきたいと思います。まず最初にこの自分が使っているメインのロット、ゼナックのアキュラ 100HH の軽ガイドモデルになっています。これ使うときではですね、まあ、主にトップウォータープラグをメインとして、釣りをするときにこれをよく使っています。あとはですね、まあ、これでもメタルジグ投げるんですけど、ほとんどトッププラグだったりですかね、ポッパーを使っています。はい、次のロットなんですけど、さっき紹介したアキュラの 100HH より1つランクの上の、ロットになります。ミュートスのデューロの96トリプル H のロットになります。これはですね、まあ、メタルジグを思いっきりかっ飛ばしたい時とかですね、あと、まあ、大物を、想定する場所で使用しています。はい、次に紹介するのが、このミュートスのソニオの 100M のロットになります。これはですね、まあ、ライトショアジギングだったりとか、まあ、ライワンの、釣りに使うときで、まあ、軽めのルアーですね、40だったりとか 50g とかの、ルアーを投げるときにこれをメインで使っています。ただですね、これはまあ本当にサブロットっていう形なので、メインはさっき紹介したアキュラとデュロのロットの2本となっております。次はですね、自分が使っている、ギャフランディングシャフトの紹介になります。これがですね、アピアの、ランディングシャフト LS450XD のビッグゲーム用のランディングシャフトになります。まあ、これ伸ばせば、4.5m まで、広がるというふうなランディングシャフトになっています。はい、これがですね、さっきのランディングシャフトに合わせる用の、ギャフの先端部分になります。名前が確か松坂ギャフっていうふうな名前で、確か大阪の会社が作ってるものとなります。ごめんなさい。はい、次はですね、自分の使っているリールの紹介をしたいと思います。まず一つ目がですね、この、シマのツインパワーの SW の14000番のパワーギアのものになります。自分が購入した時はですね、これの10000 PG を購入したんですけど、後から、スプールだけを交換して、夢屋の14000番のパワードラッグスペシャルに交換しているので、まあ、ちょっとスプールが黒い形になっています。自分はですね、このリールをメインに使っていて、主に P65 から85をこれに巻いています。はい、もう一つのリールがですね、ダイワ15ソルティナ 4500H になっています。これもですね、購入時は 4500H で購入したんですけど、スペアスプールを購入して、今は 5000H の、スプールをつけています。
でこれも PE ですね、まあ、5000番のスプールの方には PE5 号だったりとか6号巻いて、4500H の方には、PE の4号巻いたりして使っています。はい。で、さっきこのツインパワーの紹介をしたんですけど、これを主に合わせるのが、アキュラの 100HH もしくはデューロの 96HH のロットになっています。で、このソルティガですね、これも、同じようにさっきの アキュラの 100H もしくはデューロの 96HH、まあ、どっちかにつけてるっていう感じになっています。それでですね、次、このリール2つになります。右手の方がですね、12キャタリナ 4000H っていう、型番になります。で、こちら側が、ツインパワー XD の 5000XG ハイギアモデルですね。ハイギア、エクストラハイギアモデルになっています。で、このリールなんですけど、さっきロットの方で紹介したソニオの 100M の方に合わせる用のリールとなっています。で、このキャタリナ4000の方なんですけど、PE3 号を巻いています。で、こっちのツインパワーの XD の方ですね。これは、PE2 号を 300m 巻いています。で、まあ、外腕に行くときは、PE3 号のキャタリナを使って、内腕のときですね、ライトショアジギングするときはこっちの、ツインパワー XD の PE2 号のこのタックルで行っています。まあ、行く場所でですね、つけるリールを付け替えて、このラインを選択するっていう感じで、自分は使用しています。次はですね、自分が使っているメインの PE ラインの紹介をしたいと思います。自分が主に使っているのは、これのシマノですね、シア EX8 の PE になります。この EX8 なんですけど、最近ですね、新しいタイプの、ラインが発売されていますが、今自分が使っているのは旧モデルの方になっています。はい。もう一つですね、自分が使っているのはこの YGK の G ソウルスーパージグマンの X8 っていう、PE になります。これはですね、先ほど紹介した、ツインパワー XD の 5000XG の方に、PE2 号として巻いています。過去にですね、自分このオシア EX の PE を含めて、YGK のフルドラグ、アバニのキャスティング PE ですね、あとダイワの12ブレード、これ含めて4種類使ったことありますが、現在はこのオシアの EX8 に落ち着いています。はい。次はショックリーダーの紹介になります。これがですね、自分が使っている、主な、ショックリーダーになります。プロセレっていう会社の、ナノダックスのショックリーダーですね。で、大体使用しているのが、PE6号に合わせているのが130ポンドで、まあ、PE3 号だったりとかしたら80とか60ポンドとかつけてますね。先日のニュージー遠征の時ですね、これの210ポンドに、PE8 号を合わせてました。で、まあ、太さ的なバランスは、そんな悪くなかったんで、エアノット少なかったんですけど、PE6 号にこの、ナノダックスの170ポンド巻いてた時は結構ちょっとバランスが悪かったみたいなんで、結構エアノットが頻発したですね、まあ、ちょっとスペーサー PE を入れるべきだったかなというような感じました。まあ、ただ基本的にこのナノダックスのリーダーはかなり使いやすくてですね、ノットも組みやすいのでおすすめになっています。どうぞ。はい。次はですね、自分が使用しているバックパックの紹介になります。こちらが、自分が使用している、ストリームトレールっていう会社のドライタンク D2 という、バックパックになっています。はい。このバックパックのサイズなんですけど、これ40リッターっていうサイズになっています。以前ですね、33リットルっていうサイズを使ってたんですけど、カメラ機材が増えたのでこの40リットルっていう風なサイズにアップグレードしています。で、この表面がですね、ウォータースプラッシュプルーフっていう風になってますので、まあ、水の侵入を防いでくれるっていう内容ですね。ただですね、これ完全防水ではなくてですね、この上の部分が布といいますか、布生地っぽい感じになっているので、まあ、水が上から当たるとここから水を浸水していくっていう可能性はあります。で、まあ、背負ってみるとこんな感じですかね。はい。まあ、かなり大きいサイズなので、いろんな荷物が入ってですね、使いやすいですね。で、自分はこのバックパックにですね、まあ、三脚、ドローン、一眼レフと、あと、まあ、カメラ機材と、あと釣りの小物、食べ物、飲み物とかを入れて、まあ、少し余裕があるので、すごいサイズ的には申し分ないサイズになっていますね。はい。次はプライヤーの紹介になります。自分が普段使っているのはこの2種類のプライヤーになっています。で、こちら側がですね、スミスのステンレスプライヤーになっています。これは主にですね、ライフジャケットの方につけて、日々のルアーの交換だったりとか、魚からフックを外すときに使っています。
というのもここからここまでの間がですね、距離があるので針を外すときとかですね、安全に外すことができます。で、もう一つのこのちっちゃい方はですね、シマノのパワープライヤーになっています。これの使用目的としてですね、ごっついスプリットリングを開くときにですね、さっきのスミスの方だと開きにくい、開けないことはないんですけど、すごい開きにくいので、こっちのパワープライヤーの方でごっついスプリングリングをですね、外すときにこれを使用しています。なので先ほどのスミスの方は、ライフジャケットの方で手元に置いつけていて、こっちはカバンの方に置いてるっていうような使い方をしています。はい、次はですね、この、デジタルスケールになっています。これはダイワのデジタルスケールになっていて、マックス25キロまで、計測可能なデジタルスケールになっています。大物じゃなくてもですね、釣り魚釣った時何キロなのかなっていうので、これを使って重さを計測しています。はい、次はですね、このフィッシュグリップになります。これは、カハラジャパンのフィッシュグリップになっていて、これ一応2代目なんですけど、安いですね、8000円いかない、6000円から8000円ぐらいで、買える安物なんですけど、安い割には使えるっていう感じで、で一応ここにもですね、マックス12キロまで測れる簡易的なスケールがついてるので、簡単に測りたい時はですね、これをパパッとして使っています。ただですね、これ安いくてここのグリップが弱いので、2キロ、3キロ、4キロぐらいですかねくらいがマックスで、それ以上いくと、簡単にここ魚掴んだ時ですね、グリップから外れてしまうので、今これを使ってますが、将来的にボガグリップの方にアップグレードしようかなというふうに考えています。はい、次はですね、ヘッドライトになります。これ今自分が使っているのがゼクサスの ZX-S700 っていう、モデルになります。こちらはですね、充電式じゃなくて乾電池を入れるタイプになっています。で、単三電池がですね、4本必要なんですけど、明るさ的にはもう申し分ない明るさになっていて、本当に真っ暗なところでも十分な火力を確保できる量の、光量を持っているので、おすすめです。自分がこれなぜバッテリータイプを買わなかったかというとですね、結構自分充電を忘れることが多いので、使いたい時に使えないっていうのは困るので、替えの電池さえ持っていればですね、すぐ使用できるということで、乾電池タイプのものを使用しています。はい、これがですね、今自分が使用している、ギンバルになっています。ゴールデンミーンの、ギンバルになっていて、サイズはすごいコンパクトなものになっています。オフショアとか用でですね、結構大きいものがあるんですけど、自分の場合はほとんどショアなので、ほとんどと言いますか全部ショアなので、コンパクトなタイプのギンバルを使用しています。はい、次はですね、このフィッシングベルトの紹介になります。これ最近買った新しいフィッシングベルトになっていて、これの商品自体はですね、8000チャンネルの長谷川さんの方で、自作ギンバルを作る紹介ビデオの時に紹介されてたフィッシングベルトになっています。で、これ追加でですね、プライヤーの、ケースと、スパイラルケーブルも一緒につけて、腰のところにですね、プライヤーをつけたりとかですね、フィッシュグリップをつけれるように、改造しています。はい、先ほど紹介したですね、このギンバルもですね、このベルトさえ外して、こっちのベルトにもつけることができると思うので、要所要所でですね、このベルトに、このギンバルをつけて、使っていきたいかなというふうに思っています。ただこのベルトはまだ1回も使ってない新品なので、これからですね、つけた感じでちょっと細かく改造していきたいと思っています。はい、次はですね、この自分が使用しているライフジャケットの紹介になります。このライフジャケットはですね、アピアのガネット G198 っていうモデルになります。見て分かる通りですね、前面部にポケットがないタイプなので、本当にロックショアのミニマムリスト向けの、ライフジャケットになっています。で、ですね、胸のところに、プライヤーを、つけていて、左側、ここの部分ですね、今ちょっとポッと外しちゃったんですけど、グローブを差し込めるようになっています。で、あとここにですね、左側の胸のところに、GoPro をマウントする用の、リストバンドをつけています。で、これよくご質問いただくんですけど、どうやっているかっていうと、 GoPro のリストストラップっていうものが売ってるんですね。で、それをこの、ライジャケのところに巻きつけて、マウントしています。で、これ巻きつけてるだけなので、結構上下に移動しちゃうんですね。で、それを防ぐためにここで、ちょっと見えるかわからないんですけど、安全ピンでライジャケ自体とこの、リストストラップを固定して上下に動かないように調整しています。で、このスパイラルチェーンはですね、万が一ですね、このマウントが外れた場合でも GoPro が海に落ちないようにということで、念のためこのスパイラルチェーンをつけています。
はい、次はですね、自分が使っているグローブの紹介になります。現在使っているのがですね、このゼナックのグローブになっています。で、まあ、ロットもゼナックも使ってるってことで、まあ、今一応これ合わせてるんですけど、今までですね、自分いろんな、オシアのグローブだったりとか、アングラーデザインのグローブ、あとですね、マズメのグローブ、あとダイワのグローブも、まあ、いろんな種類を使ってきたんですけど、今はですね、このゼナックのグローブに落ち着いています。で、まあ、グローブ、一番キャスティングする人差し指のところがですね、まあ、どんどんラインが擦れて、どんどん削れて最終的に穴が開いてしまうので、まあ、そのタイミングで、交換してるんですけど、まあ、今使っているこのゼナックのグローブですね、すごい、フィット感もいいので、まあ、これ穴開いたら同じのを買おうかなというふうに思っています。結構気に入ってるグローブですね。はい、次はですね、この RBB のヒップバッグの紹介になります。これのヒップバッグの使用用途なんですけど、ルアーケースをですね、ここ2個入りますんで、ルアーケースを2個入れて、で腰に巻いて実調の時に使用しています。まあ、場所によってはですね、ルアーを、まあ、地面に置いて交換するたんびに後ろに戻ったりしてるんですけど、場所によってはそれが結構離れてるところに置いてあることもあるので、ヒップバッグにルアーを入れて、わざわざ後ろに戻らなくてもルアーの交換できるようにということで、これを使用しています。で、サイズなんですけど結構中は広くてですね、しかもこのチャックが結構開きやすいので、まあ、ルアーの取り返しもですね、あんまり苦にならないような感じになっています。で、自分が入れているのはユカハラのメイフォーの、ルアーケースですね、1つと、あともう1個長いルアーですね、20センチを超えるようなルアーを、メイフォーのやつに入らないので、細長いタイプのルアーケースを入れて、それ1個ずつ入るので結構中身もしっかりして、使いやすいですね。で、まあ、そこの部分がメッシュになっているので、まあ、水をですね、まあ、イソヒラとかやる人は、まあ、こういうのいいんじゃないかなというふうに思います。はい、次はウェア編ということで、自分が使用しているウェアの紹介をしていきたいと思います。まず最初にですね、これ自分が使っている防水靴下になります。これはデックスシェルのウェーディング用の、防水靴下で、膝下ぐらいまで結構ある長さのある、防水靴下になっています。で、これ一応ウェーディング用というふうになっているので、この、上の部分のですね、止水のテープが貼っているので、まあ、100% 防げるってわけではないですけど、肌と密着するので上からの水の侵入を防いでくれるっていうことができます。で、これはもうかなり4代、5代、5世代履いているものになるので、結構本当におすすめの商品になっています。まあ、ただ夏場とかですね、暑い時は履かないですけど、秋から冬ですね、水が冷たい時に、ウェーディング用のこの防水靴下を履いて、行っています。はい、次はですね、パンツの紹介になります。これがですね、春夏をメインに履いている、ノースフェイスの、パンツになります。まあ、通気性がいいのと、あと本当に濡れてから乾くのはものすごく早いので、まあ、夏場ですね、まあ、暑い時期でもこれ履いててもそんな暑いっていう風には感じませんし、まあ、実際水場で濡れた時もすぐ乾くっていう風な感じなので、すごい気に入っています。パンツ自体はですね、スリムの、細身のタイプなので、まあ、しかもあと伸びるんですね。なので結構動きやすくて本当にこれ気に入ってます。で、1本買ってそれ良かったので2本目も購入して、春からですね、夏で、まあ、秋初めぐらいまでこれを履いています。はい、これがですね、秋から冬にかけて履いてる、パタゴニアのパンツになります。で、これは、さっき紹介したノースフェイスのやつとは違ってですね、風を通さないので、まあ、寒い時期ですね、主に履いています。で、簡単に軽い水も弾いてくれるので、気に入ってますね。まあ、風を通さないので、まあ、夏場には向いてないということで、さっきノースフェイスは、春夏に分けて、でこっちの、パタゴニアの方は、秋から冬っていう風に履き替えて使用しています。まあ、今までですね、タイツにその上からハーパンを履いて、まあ、ロックシャーのゲームとかで椅子とかに立ってたんですけど、タイツだとですね、タイツの上からからったりとか、ぬかかに刺されることが多くてですね、まあ、それがちょっと嫌で、今はですね、このノースペースだったりパタゴニアパンツっていう形で、スタイルを変えました。ですね、次はですね、上の、ウェアの紹介になります。で、夏場とかはこういう日焼け止め防止の、素材の、釣りアパレルを出してるこういう長袖のやつを着てます。まあ、オーストラリア日差しが強いんで、日焼け止め対策ですね、しっかりしないといけないんですけど、まあ、この長袖地帯ですね、日焼け止めの
50っていう数字で、入っているので、日焼けをある程度防いでくれるっていうものになっています。まあ、冬場とかですね、寒い涼しくなった時は当然ジャケットを着るのであれなんですけど、まあ、こういう、夏場とかですね、これ1枚でやってるってことですね。はい、で今自分が履いてるシューズが、このアングラーズデザインの、ウェディングシューズになりますね。で、これが AWS04 っていう型番で、下がフェルトピンのタイプになってます。で今この茶色く映ってるところは自分で打ち込んだ、ネジになってるんですけど、まあすごい気に入って、入っています。ただアングラーズデザイン社が倒産したということで、もう生産してないみたいなんで、どうしようかなっていうことでいろいろ考えていました。なんでこのアングラーズデザインを履いてるかっていうと、自分ちょっと足が大きいので、足の大きいサイズ出してるのがですね、アングラーズデザイン社、あとリトルプレゼンツとかですねっていう、まあ、限られた、靴メーカーしかないんですね。で、まあ、気に入ってるのはこのアングラスデザイン社のウェディングシューズってことで履いています。で今もうこれだんだん、フェルトがすり減ってきてるので、次の予備を買いました。で同じのがもうこれ手に入らなかったんで、今回初めてですね、リトルプレゼンツの、ウェディングシューズを買ってで見ましたが、なんですが、ちょっとサイズがでかすぎましたね。これ US12 を買ったんですけど、まあ防水靴下を履くんで、大きめのを買ったんですけど、このリトルプレゼンツのは防水靴下を履いてもかなりつま先が余るような形だったんで、ちょっとこれサイズを失敗してしまいましたね。多分 US11 サイズを買えば、ウェディング、防水靴下履いたとしてもちょうどいいサイズになるかと思います。でこれまだ、予備なんでまだ履いてないですね。これも一応フェルトピンですね。ただちょっとピンがすごい弱いんで、多分これも自分で追加でビスを打とうと思っています。ただまあデザインとしてはいい色ですよね。ちょっとシックなグレーカーキグレーダークグレー黒とかみたいな感じですね。まあ見た目は気に入っているので、ちょっとまあ履いてどんな感じかってところを確かめたいと思います。はい、以上でですね、自分がロックシャワーの時に使っているタックル小物アイテムとウェアの紹介になります。あと他にですね、何か質問があればコメント欄の方にお気軽にコメントを残してもらえればと思います。はい、ゴーイソブではですね、Twitter、Instagram、Facebook 各種やっていますので、お気軽にフォローの方をお願いします。で、まだチャンネル登録がされてない方は下のボタンからですね、登録ボタンとその隣にあるベルマークを押していただくことによって、新しいビデオがアップロードされた時に通知がきますのでお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。